いやもうすごいですね。もう皆さんめちゃくちゃ昆虫持ってきてて、色紙を欲しいって言われまして。どうもどうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ゲッツ、皆様行ってまいりましたよ。愛知県は東海市のカブトムシクワガタ販売イベント、はい、主催された昆虫屋さんはじめ皆様大変ありがとうございました。この私呼んでいただいてですね、たくさんの視聴者さん来られまして、すごく挨拶していただいてですね、もう感謝でいっぱいでございます。なんと嬉しいことにですね、視聴者さんから差し入れいただきました。やった、モンスター4個、それからこれはたこ焼きせんべいですね。そしてエビせん、エビせんかな、エビが伊勢エビのせんべい、そしてうまい棒です。こちらのプレゼントの方はですね、私の家族と一緒に美味しくいただきたいと思います。どうもありがとうございました。ちなみに私最近体重激減しておりまして、実は痩せる薬飲んでますので、なんか6キロぐらい体重落ちてるんですよ。はい、このままでいけばですね、1年間でなんと60キロ以上体重落ちますので、私1年後にはですね棒みたいになってると思います。まあそんなどうでもいい話はさておきですね、イベントの方気になっておると思いますので、そちらの方行ってみましょう。ではでは VTR スタート。どうも皆様、黒猫です。現在愛知県に向かって瀬戸大橋走ってます。イベント参加ですね。今回はどんな出会いがあるのでしょうか。楽しんでいきたいと思います。では愛知県に向かってゴー。ですね、どこ走ってんのか全然わかんないんですけど、土地勘がないんで。ただ愛知県にはいるはずです。はい、もうちょっとしたら高速の出口みたい、なんか海っぽいとこ走ってますね。で、前のトラックがすごい気になってですね、なんかこう穴開いてんじゃないのみたいな、みたいに見えるという模様なんですよ。いや、あれ穴開いてんのかな、すごい気になってます。とりあえずもうすぐ出口なので着きそうですね。はい、会場こちらでございます。東海市芸術劇場ですね。こんな感じです。開店前でございます。ちょっと恥ずかしいんですけど、なんかこれ超って消してもいいかな。ですね、そこそこ持ってきました。例えば90オーバーのサタンとか、あとね、個人的にすごいおすすめなのがギラファのティモレシスのでかいやつをいっぱい持ってきてるんで、これとかどうかなと。あとそうですね、ピカールも結構ねいいのが出てるんで、これ動画で掘り出したやつですけど、ピカールとか売ってます。さあ果たして売れるんでしょうか。ちょっと恥ずかしながらサインも書きました。あと名刺、名刺作りました。こちらがですね、売る方側からの視点ですね。こんな感じで売ってます。いやもうすごいですね。もう皆さんめちゃくちゃ昆虫持ってきてて、僕なんかすごい方なんで、まあ、こじんまりとやりたいと思います。こっそり動画撮ってます。虹色が売れてきました。部屋でいつも動画見てる人が買ってくれました。ありがたいですね。お疲れ様です。なんかそれなりにちょっとずつ売れてまして、ティモレンシスにアロー、リエンは2つぐらい売れましたかね。意外とピカールが売れてないです。あとサタンは売れました。で、差し入れいただきまして、これ美味しくいただきたいと思います。モンスターですね。ありがとうございます。
今午後の3時なんですけど、まあ、そこそこ売れまして、今これぐらいです。半分は売れてないかなっていうぐらいですね。はい、一押しはピラファのキモレンスだったんですけど、あんま売れないですね。でもサタン売れました、2つとも。はい、サタンは結構でかいですね。やった！ちょっと遊びに来たんですけど、なんか恥ずかしいですね。あの色紙を欲しいって言われまして、お配りいたしました。はい、ありがとうございます。あのそんな価値ないと思いますけど、喜んでいただければと。ちょっとですね、せっかくなんでいろいろこう取材して帰ろうと思ってまして、こちらは株価上さんの場所ですね。こんな感じでめちゃくちゃ数並んでます。そうですね、 2,3 個持って帰ったら多分バレないと思うんで、こっそりこう、これなんかいいかな。いやでもやっぱり気が引けますね。もうちょっと高いやつを行こうかな。大クワいる、大クワ持ってもらって帰ろう。あ、見られてます、すいません、冗談です。続きまして、生き物係、なんか聞いたことありますね。生き物係2-9です、さんです。はい、こちらはくじをされてまして、ハズレがないですね。あ、特等がいいですね。こんな感じでもう終わりかけなんです。結構出てる感じなんですけど、うわ、でかい。あ、生き平田じゃないですか。マニア向けの生き平田ですね。いや、すごいっすね。1個ぐらい減っても多分バレないと思うんで、こちらを、あ、なんか重たいですよこれ。すいません、見られてるんでちょっとやめます。結構出てますよこれ。当たり多くないですか。これ 4頭少ないですね。当たり多いな。あ、1頭めちゃくちゃ出てる。1頭出てるじゃないですか。あ、特等も出てる。特等も出てますね。へえ、それで出ました、特等。はい、出ました。はい、いや、僕が引きました今。あ、そういうことですか。すいません、なんかあ、そうです。あ、バレてました。はい、じゃあまあそんな感じです。続きまして、インセクトミューズさんにやってきました。こちらはヘラクレスとか結構ないっぱいおられてるんですよ。大きいですね。あ、見せていただけるみたい。お、でっかい、でっかいです。でかいですね。ちょっと はみ出してますはみ出してますね。はい、こんな感じですごい飛ぶようにヘラクレス売れてまして、羨ましいなと思ってたんですけど、いや、すごいいっぱい。あ、ギラーもありますね。結構島がマニアな島ですね、これは。水の前、あ、アースタコイデスの水の前。あ、かっこいいですね。実物見るの初めてなんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。色がやっぱいいですね。いやー、ちょっといくらでも欲しくなりますね。お、またなんか見せてくれるみたいです。うわ、マンディーですね。あ、マンディーじゃないですか。マンディー、マンディー、ホワイトアイですね。黒目ですね。あ、黒目ですか。はい、あ、黒目ですね。マンディーですね。いや、マンディー、マンディー僕大好きなんではい、そんな感じでございます。はい、今後ともよろしくお願いします。いや、もうよろしくお願いします。もう撤収する時間になっちゃいました。名残惜しいんですけど、最終的にこれだけ残ってますので、半分以上は売れたかなっていう感じですね。ありがたいですね。
イベントの方終わっちゃいましたということで外に出てきたんですけど、なんかいろいろあって面白いですね。ここは東海市芸術劇場でございます。愛知県ですね。はい、ということでして、本当は全ての参加者の皆様の店舗回りたかったんですけど、めちゃくちゃ人が多くて、本当ね、めちゃくちゃ人多くて、全然ね、隙がなかったです。その中でですね、終わりかけにちょこっとだけですね、撮影させていただいた次第でございます。まあ私の持っていたクワガタとかもですね、ほぼほぼっていうか、まあ半分ぐらいかな。半分ぐらいはバッチリ販売できましたので、まあなかなかこう満足度の高いイベントだったと思います。ちなみに撮影できたらよかったんですけど、オークションなんかもめちゃくちゃ盛り上がりまして、なんとウエストウッディですよ、ウエストウッディがですね、まあ4万円ぐらいの値段とかでなんとお持ち帰りいただいた人たちもいましたので、これはすごかったですね。私大人げなくですね、入札に参加したんですけど、ちょっとだけ参加したんですけど、やっぱりそれは主催者側と同じ立場に立ってますので、さすがに僕は落札っていうのは貧粛だなと思って、やめた次第です。それではですね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。また昆虫屋さんの店舗とかもですね、取材させていただきましたので、そちらの動画も提供できたらなと思います。では、今日はこれでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。バイバーイ。またコメントよろしくね。待ってまーす。